はい、ゲームは冒険だ、死んだらあかんということで、今日はですね、僕はトミカドライブ働く乗り物第1号やっていきたいと思います。前回ね、ホビーランドポッチの話をして、関東だとね、まあ横浜、川崎、新宿、3店舗かな。あと、秋葉原か。秋葉原はなんか1号店、2号店があるらしいです。で、あと、博多、九州に2店舗ぐらいあるんだよね。九州、博多とどこだっけな、なんかあるんですよ。で、関西にもあるんだよね。やっぱ関西、関東が中心なのかな。日本橋店とかってね、大阪、関西にも日本橋ってあるんだなって、日本橋って東京かなと思ったら違うんですね。関西もなんか 3店舗くらいあったと思うんですよね。そんな店舗数は多くないっていう。今年の2月にね、ホビーランドこっち川崎店ができたんですよ。で、ポポンデッタっていう鉄道模型あるんですけどね、あそこも2年前かな、2年前に川崎にできた、アゼリアにあるんですよ。だから鉄道模型ってね、なかなか。ポポンデッタってでも横浜と川崎しか知らないな。あんのかな、他に。でもポポンデッタの方が多そうですね。なんかネプリーグのトロッコの問題でさ、どっちが店舗数多いかって出たらわかんないね。ポポンデッタかホビーランドポチかって言ったら。ポポンデッタもそんなないと思うんだよね。なんかポポンデッタの方がでもあるかな、僕知ってる中でもなんかありそうな。あと東戸塚にもあるんですよ。あそこはね、5、6年前できたんだよね。一回だけ行ったことある。ポポンデッタ、の方がなんかあるかな。でも、青森にないもんね。まあ僕、おばあちゃん家が、おばあちゃんの家が青森なんで、でも青森鉄道模型ないもんな、そういえば。まあ僕は知らないだけで、まあ、ないもんな、今。ないわ。探せばあるんだろうけどね。まあ、古い鉄道模型店とか行け、ね、あれば、探せばあるんだろうけど、ね、確かにプラモ屋はあったんですけど、近くにね、もう20年ぐらい前に亡くなって、20年かな、15、6年前に亡くなってたから、そこは鉄道模型売ってなかったですね。あ、ミニ四駆とかガンダムとかそういうの。まあね、今アマゾンがありますからね。まあ通販サイトが今活況ですからね。本屋も潰れてきてますからね。本屋もね、僕が知ってる中ではここ4、5年でもう3、4店舗なくなってますから、まあ本も売れないでしょうね。有林堂っていうね、でかい書店があるんですけどね。まあそこでもまあ売れてんのかなーって感じはしますけどね。まあ人入れば人いますけどね、どうなんだろうっていうところあります。ポイントカードある本屋さんとかもありますけどね。まあもう本当工夫ですよね。経営工夫じゃないですけど、戦略ですよね。あんまり本屋でね、ポイントカードとかあるとこってないんですよね。どっかにあった、どこだっけな、
結構有名な本屋さんなんだけど、あるんですよ。まあ本屋さんもなかなかもうね、まあ電子書籍があるといえども、多分やっぱりまだ紙媒体の本が好まれている状況にあるんでね。まあでも今後もっとひどくなるんじゃないですかね、なんかそんな感じもしますね。まあデジタル化が進んでるっちゃ進んでる。昔ね、京急の駅、時刻表あったんですよね。ポケット時刻表みたいなね。例えば、品川駅だったら、品川駅の駅時刻表。ちっちゃいサイズで売ってたんです。あ、売ってたね。ちっちゃいサイズで置いてたんですよね。ご自由にお取りくださいみたいな感じで。でも今もう、その、ポータルの、あのミニポケット時刻表もう発行しませんって、ダウンロードしてくださいって、なんか携帯だからスマホでダウンロードしてくださいみたいなのをやってましたんで、僕もあれ便利でね、使ってたんですけど、使ってたっていうか、まあポケットに入れてたんですけどね、ポケットだったからリュックに入れてたんだけど、便利だからね、あると。もうそのポケット時刻表の印刷はやめましたみたいな、発行はやめましたって、スマホでなんかバーコードリーダー QR コードがあって、そこでクリックするとその駅の時刻表が出てくるみたいな、そういう、だから QR コードで読み取ってくださいみたいな、そういう感じでしたけどね。今はそうじゃないですかね。だってもう駅の時刻表すら廃止するしようかっていうところまで来てますよね。どこの駅だか、もう、だいたい駅ってね、駅行けば時刻表ってあるんじゃないですか。何時に電車が来るとかね。でもそういう時刻表すらも、もう貼り出さないというか、飾らない、駅に置かないみたいな。そういう動きが出てきてますからね。あとは時計がなくなるとかね。駅行けば JR だとね、あの緑の時計がありますけどね、あれがなくなるっていう。JR 北海道だったかな、なんか撤去するとかね。撤去するとあれ不便なんですよね。まあ携帯の時計あるからね、別になくてもいいんでしょうけどね。それ撤去する、撤去しないでね、ちょっと話題になりましたけどね。結局撤去するんじゃないですか、あれも。まあ維持費がかかる、なんで撤去するのか分かんなかったです。分かんないんですけどね。まあ結局時計もね、壊れるとやっぱ金かかりますからね。まあそういうのもあるでしょうね。で今みんなスマホ持ってるからね、別に時計必要ないんじゃないかっていう。まあそういうのも あるんじゃないですかね。まあ時刻表なくなって時計もなくなったらね、なんか不便っちゃ不便だよね。だって常に僕なんかスマートフォン持ってるわけじゃないからさ、手に持ってるわけじゃないからさ、リュックとかには入ってるけど、いちいちねリュックから取り出して見るっていうのも習慣だし、時計する習慣もないんでね、やっぱ時計って必要なのかなって、そういう時思いますよ。で仕事してる時も時計してないんでね、してる人もいるんですけど、やっぱなんかね、嫌なんです。嫌っていうか邪魔になるっていうかね、汗かいたりするとね、ちょっと痒くなるじゃないですか。そういうのであんまりやってない、ね、まあ終わりましたね。はい、ということで、まあこんな感じです。結構寄っていきました。交番、ガソリンスタンド、コンビニ。ああ、そうでもないか。はい、ということで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。